つもご視聴ありがとうございます。クイックアートの東京ショールームの富山恭平です。ウェアプリントに役立つ情報を配信しています。チャンネル登録お待ちしております。今日の清瀬さん向けプリント講座はイラストレーターの代わりになるフリーソフトのご紹介をしたいと思います。まあ素人なプリンターですね、導入検討されているお客様でですね、イラストレーターがないんですけど大丈夫ですかというですね、ご質問いただけます。今現在イラストレーターなんですが、まあ、買取制でなくてですね、サブスクリプション毎月月額制になっています。まあ、この撮影段階でだいたい月このぐらいの価格ですね。まあ、フォトショップなどもそうです。なのでですね、これからトナープリンターを導入する方で毎月そのソフトウェアにお金をかけていく、そういったところにですね、少し不安を感じている方がいらっしゃいます。まあ、トナープリンターのメリットとしては毎月のメンテナンス代が不要というところなんですね。だから売上が立たなくても安心して使えますよと。ただですね、ソフトの方でですね、マイナスになっていくと、やっぱりその不安というのはですね、いささかあると思うんですね。そういったところでですね、毎月お金を払わなくてもいいソフトがないかというのでですね、四国同然なですね、疑問だと思うんですね。そこで私の方で調べました。まあ、私の方でというかですね、今までトナープリンターを導入いただいたお客様でですね、10人ほど使っているソフトです。その中でですね、インクスケープです。このインクスケープがですね、イラストレーターが持っていない方でもですね、使うことで、こういった後ろにあるようなプリントがすることができていきます。特徴としてはですね、まあ、イラストレーターにかなり近いです。私自身はですね、イラストレーター10年ぐらい使っていまして、はい。で、まあそういった他のソフトほとんど触っていなかったんですが、3、4年ほど前にですね、インクスケープを使った時に、結構違いというのをですね、違和感を感じていたんですね。ただ、今この新しいというかですね、撮影時点のインクスケープダウンロードして使ってみると、あまりその差がないんですね。多分イラストレーターをずっとやっていた人も感覚でできると思うんです。かなりイラストレーターに近くですね、作業性も、はい、しやすくなっていますので、まあ、これからですね、始める方、一気にちょっとイラストレーターに行かなくても、このフリーソフトのインクスケープを、はい、ちょっと触ってみてほしいです。することでですね、今までお金を払う、まあイラストレーター導入するのにお金がかかるからちょっとやめようって思っていた方のですね、背中を押せる、はい、そういったものになっています。まあ、その使い方というのはですね、ちょっと今から無音になってコメントだけになるんですが、ご案内いたしますので、ぜひご覧ください。では、どうぞ。
今回ですね、本当に簡単な部分になるんですが、基本的に、後ろにあるようなですね、T シャツプリントをするときに必要なですね、最低限のものをご案内いたしました。まず一つは、色を変えるというところですね。データを選択して色を変える。それができます。そして CMYK のパーセンテージで設定してすることができます。そしてまた、文字の入力ですね。それも当然できます。で、それの文字の大きさを変えたり、フォントを変えたり。そして文字の一つ一つをイラストレーターの言葉で言うとパスカで、インクスケープでは違いますね。まあその、まあ、すいません、私はパスカというものではパスを指して、で、一つ一つの文字の色を変えるということもできます。そしてまた図形を作る、まあ、線を作る、そういったこともできます。そしてイラストレーター自体のデータを取り込むということもできます。で、その時のちょっと違いなんですが、イラストレーターとインクスケープ。AI データを開いた時に、インクスケープがイラストレーターで作ったそのパスをそのままですね、はい、使えるというわけではないですね。ちょっとそのあたりの選択範囲が変わるということはありますが、AI データを取り込むことができます。で、まあ、リップソフト、弊社はですね、使うときの注意点としては、SVG のですね、はい、データのファイル形式が、インクスケープのデフォルトになっているんですが、まあ、SVG ではちょっと取り込めない。をですね、PDF で保存できますので、PDF に保存して取り込めば、リップソフトで使えます。まあ、10人近くのお客様がですね、このインクスケープを使って、素人なプリンターのリップを使っているお話をしたんですが、まあ、皆さんそういったところでですね、はい、活用していただいています。で、このインクスケープを使っていらっしゃる10人の方というのはですね、中にはですね、まあ、本当にプロとしてですね、はい、企業様で使ってらっしゃる方もいます。まあ、イラストレーターの人、悪口みたいになってしまうかもしれないんですが、やはり何人もの企業の方へですね、一つ一つですね、それを導入していくと、当然掛け算でですね、はい、毎月の負担額というのは増えてきます。これから新規事業でやっていくっていうところで、その負担額というのはちょっと大きくなってくる可能性がありますが、フリーソフト、インクスケープなので、はい、はどんだけやってもですね、同じです。なのでですね、まあ、組織であればあるほどこれからやるっていうところでイラストレーターがですね、はい、使うかどうか悩んでる方は、まずインクスケープをやってみるのはいいかと思います。はい。まあ、すでにイラストレーターを持ってらっしゃる方はあまり必要性はないかもしれませんが、まだそういったフリーソフトというかですね、編集ソフトを持っていなくて、イラストレーターの購入を悩んでいる方は、ぜひインクスケープを使ってみてください。で、インクスケープを使っていってですね、ああ、ちょっと何かですね、できない不満、不足があるな、それを解消してくれるのがイラストレーターってなった場合、分かった場合はイラストレーターを導入した方がいいと思うんですね。はい。ただ、まあ、その最初でですね、イラストレーター導入する、しないだけのですね、二択だけで、このプリントをする、しないを直結していくとかなりもったいないんですね。まあ、まずインクスケープをやってみて、まあ、それでもダメだったらですね、まあ、イラストレーターを買うぐらいのですね、気持ちでやるといいと思います。そして、インクスケープそのまま使ってお仕事されていらっしゃる方もですね、私知っておりますので、ぜひですね、そういった悩んでいらっしゃる方はですね、この動画を見て、再ダウンロードして触ってみて、欲しいです。まあ、私自身もですね、インクスケープは、はい、このちょっとご案内した画面の通りですね、今触っていますので、まあ、教えれることは教えれると思います。そしてこのインクスケープに関してはですね、まあ、YouTube では動画がありますし、本も出ています。まずですね、一般的な知識を身につけたいときには、ちょっとですね、動画を見て、はい、これもですね、ちょっと情報で書いておきます。また本をですね、2000円ほどですが売っていますので、はい、買って読んでみると、まあ、できることっていうのがわかると思います。そして、あとは習うようになれろ。はい。ところでやっていくといいと思います。まあ、自分でデザインを書き起こす方はですね、はい。このインクスケープで十分じゃないかなっていう気もします。で、お客様からデータをもらってそれをやるっていう方もですね、そこまで複雑性が求められていないようなデザインでしたら使えるではないかなと思います。そして、複雑でうまくできないっていう場合はですね、まあ、ご商売の中になりますので、まあ、ちょっとやっぱりイラストレーターを買う。そういうふうな考え方にしていくといいと思います。まあ、今回ですね、動画が、まあ、この見ていただいているプリントをされたい方のお役に立てれば幸いです。今後もこういった動画を上げていきますので、よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。